今日、自民党県連の糸原幹事長がメッセージを代読し発表しました。さて、私ごと竹下渉は今期をもって政界を引退することといたしました。竹下さんは雲南市出身の74歳、兄の故竹下登元総理大臣の後継として2000年の総選挙で初当選し、現在7期目です。復興大臣や党の総務会長などを歴任しました。おととし食道がんを公表し闘病を続けていて、今日のメッセージでも引退の理由について、病魔に襲われ体力気力が衰え、皆さんのために自信を持って働くことができないとしています。引退されました。まあ、残念ですね。いや、もうあの人も病気でね、この前あの大きな手術されたら、もうそろそろやめて休まれたがイギリスにくれとね。田舎の柿屋から出られたもう超偉大な人ということで、今日突然の情報でびっくりしたのとショックなのと非常に残念でございます。気になる後継者についてですが、竹下さんは県連会長の細田博之元官房長官に一任するとしていて、糸原幹事長は紆余曲折あっても乗り越えてなるべく早く決めたいとしています。